あれ？これさ、あれ？戻ってきたんだけど。お？しっしっしっ。邪魔だったスクラップがなくなってやがる。なんかしんねえけど、ラッキー。いや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 。私のお手柄は？今のって確か、マックだよね。うんうん。ええ。しかし、どうして彼がこんなところに？とにかくあいつを追いかけてみるやん。おー。行こう行こう。とりあえず、こっちに行ったよね。んで？おー、びっくりした。あのさ、スクラップの中から、うおー。最悪や。マイカーじゃないわ。よし。んで？結局こっちは行き止まりやったけん、向こうか。あーやばい。ん？あ、2回目は飛び出さんの、アッコ。まずい漢方を手に入れた。まずい漢方か。しかもなんか。あ、もしかして後ろからなんかついてきよった。最悪やん。さあ、こっちの方行き止まりやね。こっちかな、じゃあ。ん、でもこれって戻るよね。あれ？どういうことだ？行き詰まったか？まさかの。まさかの。待って待って、全然行けないんだけど、こっち？違うね、あれ戻るよね。やべえ、逃げさせてー。あ、倒れた。あ、いました、マックくんです。ほんて、おったし。マジか、そこ通れるんかい。へへへ。お宝はどこかなーっと。もっと奥まで行ってみっか。行っちゃった。あの向こうに一体何があるんだろう。行きますよ。ケイタくん、我々も向こうに行ってみましょう。てか、この近距離でよく気づかれんかったね。お、びっくりした。めっちゃびっくりした。うわ。捕まった、しまった。もう、至るところにおるね。お、倒したガソックスが近づいてきた。参りましたにょろー。君、強いんだね。ま、僕の方がオシャレだけどね。強さとオシャレは関係ない。ダソックスと友達になりますか？ほい。ダソックスと友達になった。あ、声思ったより可愛いわ。ニックネームはつけない。ダソックスの情報を妖怪大辞典に登録した。これは何やろ、プリッチーかな。ダソックスの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。なんかすでにさ、前に出てきとったけん、ストーリーの中で。なんか仲間になったつもりでおったけど全然やったんやね。お、ミュージックカードを手に入れた。と思ったらカバンに入らない。マジかよ。そんなことがあるの。ミュージックカード持ち歩きすぎやろ。古びたコインを手に入れた。お、いいのが出るんじゃない？なんか、いにしえの妖怪みたいな。まあ、妖怪自体、いにしえじゃないといかん気がするけどね。今時の妖怪とか何って感じ。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュッ。いや、切り替えはいいや。体力が回復したかっただけなの、私。んで、あ、ここ上がれる。おー。ね、抜けれた、降りたし。んで、これで、次に行く場所、ん？あれ？これさ、あれ？戻ってきたんだけど。あれ？マジか。あー、そこ登っちゃいかんかったんや。あれや。うわー！見つかったし。せっかく横をそっと通り過ぎてきたっていうのに。んで？あっこはあれか。向こう側からこっちに簡単に帰ってこれますよっていう場所や。またあっちから行かんといかんのか。めんどくさいね。めんどくさいね。まあ、自分がやったことなんやけどさ。あれ？ここか。そして、次の場所は、ここからどこなの？こっち？これ？くぐれるじゃないか、旗のマークあるし。お、あれ？マックがいない。どこに行ったんだろう？
それにしましても、とんでもなく大きな瓦礫の山ですね。何かが起こりそうな、お、みんな気をつけるにゃ。ここ、妖怪の匂いがプンプンするにゃん。何これ、地震？地震じゃない、おや、なんだなんだなんだ、ブラックホール。あ、やべえ、ほら、超吸い込まれてくし。いや、違います。瓦礫が一人でに動いているんです。どんどん瓦礫が集まってるにゃん。やばいやばい、どこに吸い込まれていきよ。うぅ。ガラガラガラ。にゃんじゃありゃー。あ、なるほど。瓦礫が合体したの？吸い込みよったわけじゃないんやね。ケイタくん、相手は強敵です。気を引き締めて参りましょう。もちろんよ。もう戦いか。やばいな。ガラクタリアンが現れた。ガラクタリアンやって。お、ボス。ボス妖怪とバトル。普通の妖怪より凶悪で強大な妖怪。それがボス妖怪です。ボス妖怪は友達妖怪にはなりません。真剣勝負のガチバトルです。ボス妖怪は様々な攻撃を使います。メダルをうまく動かして回避しましょう。ピンで狙える場所が複数あることも。どこを狙うかよく考えて戦いましょう。なるほど。腕とか頭とかってことかな。とりあえず、まあ普通に攻撃をしてもらってみんなに。狙う。んで、腕？右腕。どうよ、こう。ね、つけれたつけれた。よっしゃー。叩け叩けー。いけ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 ー。おっしゃ、チャージ完了。百裂肉球。にゃ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 。いいねいいね。あれってかめっちゃ前の方おるけど危険じゃね。最前列にしとったっけ。つなげろー。あれ、私前回の戦いで多分一番後ろにしとったはずなんやけど、これって元に戻されるんか。いけー。カリカリモーニング。後ろの方しとった方がいいよね。絶対だってこの辺向こうの攻撃が当たる範囲やろ。よし、オッケー。これで、これで向こうの技は当たらない。ガラクタ大なだれ。ほら、その範囲から逃れとるけん大丈夫やろ。余裕でチャージ完了。さあ行け、マイマイペース。呪いのマイペースって言ってもこれ攻撃技じゃないけどさ。うわ、ミスだしてかいつもさ、ジバニャンとかケイタばっかり妖怪の気配察知してね。妖怪羊って何？役に立たねえ。やべえ、めっちゃ吸い込まれたんやけど。待って待って待って、え、待って待って、なんかカリカリベーコンやられとんやけど、いつの間に。さっき吸い込まれた時？うわぁ、最悪や。ちょ、待って、他のに入れ替えて。え、なんか出てきたよ。ほら、なんかアイテム出てきた。何あれ、メガホン？え、しかもなんか、周りのガラクタ消えたんすけど。おー、すげえ。え、めっちゃ効くこれ。なんかとりあえずあのアイテムを拾ったら、そのまま攻撃使えたみたい。おっしゃ、いい感じやん。ほら、もう半分以下。叩け叩けー。いっけー、チャージ完了。百裂肉球。にゃ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 。お、技 OK になったよ、マイマイペースも。マイマイペースの、どういう技かいまいちわからんのやけど、これ成功したことないんよね。いつもミスって出てくる。あ、またガラクタをまとった。あれはあいつの鎧なわけね。呪いのマイペース。さあ来い。ほら、またミス。絶対ミスになるんやけど、あれなんなんやろうね。マイマイペース、なんかマイマイペースのさ、声がすごい不気味なんだけど。マイマイってずっと泣きよったけど今。よっしゃ、みんないけいけいけ。やっぱ一番後ろの列で横一列になっとる方がいいよね。追撃もできるし、向こうの攻撃は渡らんし、渡らん、当たらんし。ねえ、なんかめっちゃ、あ、よかった。今のまたこっちが吸い込まれるやつかと思った。あ、てかほら、このタイミングで、今のタイミングで攻撃ができたらね、思いっきり顔丸出しやったけど。
よっしゃー、揃えろ。お、ほい。あー、あー、ほい。ちょ、待って、あー。え、なになに、今のいけんかったんやん。ちょっと待ってよ。そうやって吸い寄せるのよくないよ。お、おっしゃー、また。なに、スクラップバスター。何かしら突破したらしいよ。ちょ、待って、あれ拾いたいんだけど。百裂肉球。いや、百裂肉球もいいんだけど、多分あれ使ったらあと一発でいけるんじゃない？いけんかな？ほら。いけー。しかも、ほらほらほら、スクラップバスター発射。剥き出しの今。お、おっしゃ、いったんやない？え、まだ？チャンス？まだチャンスな。つまらないものですが、なんか人面犬現れたし。え、なに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 あれ？何渡されたの？なんか知らんけど何かしらアップしたっぽい。ねえ、なんか、え、もしかしてヨカコーラ？てか必殺技でできんかったんやけど、財布のとどめ。私の見せ場はせめて必殺技かスクラップバスターで行きたかったね。おお、みんなめっちゃレベル上がったわ。アイテム、ルーンのお守り。ルーンのお守りってドラクエなかったっけ？気のせいかな。ゴロゴロゴロガラー。やったね。消滅した。お疲れ様でした、ケイタくん。謎の巨人の正体はやっぱり妖怪だったんだね。ええ。そして街で噂になっていた大きなガラガラ音は、あの妖怪が巨大なガラクタを引きずる音だったというわけですね。お騒がせやね。はい、ということで。なになに、ということで何さ。お、誰よ。え、あれは一体誰なの。なんかね、前回も思ったんやけど、謎の巨人現る、バッチリ解決。前の時にもあのピコーンっていう電球のやつ現れたけど、いや、私はもやってるよ。あれは一体なんていう妖怪なの。え、あれ、ケータじゃないよね。お、ルーレットボーナス。おっしゃ、来い。小あたりのミュージックカードはいらないよ。お、お？ミュージックカードやん、いらんって言ったやんか。ほら、手持ちいっぱいなんだよ。なんかすごい盛り上がっとるけど、マックは？お腹すいたにゃん。またバーベキュー食べに早く帰るにゃん。さすがに毎日バーベキューはないんじゃないかな。ねえ、マックは、お、なんか落としたよ。おお、見つかった。マック。おい。お前、もしかして、何？赤い猫。え？にゃん？白い、ふよふよ。え、やっぱり、え、見えとるやん、これ。もしかしてお前も見えるのか？そいつらの姿が。いや、それこっちのセリフ。え、見えるんやん。どういうこと？うん、そうなるよね。ハグリ、次の Wi-Fi ファイルを見たいんだが。それなら、あなたの目の前にあるわよ、ワルダ。おっと、失礼。毎回ここのやりとりいいよね、なんか。え、なに？ゾンビ？ゾーン、ゾーンって鳴くん、ゾンビって。そいつはゾンビ。え、スーパーなゾンビ大特集。うわ、気持ち悪。ゾンビスーパー？何それ、スーパーなゾンビじゃない、ゾンビのスーパーってこと？え、面白そうな。ゾンビが経営しているの。第3章、ゾンビスーパーへいらっしゃい。え、いらっしゃりたくない。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。